前回までの RSG 犬肉の嗅覚を利用してケロッグの痕跡をたどる一行、道中光るネズミ、クマ、光る変態などの魔物と戦い、ついにケロッグが潜伏していると思われる平原砦に到着。食事を終えた栗ご飯は平原砦への潜入を試みるのだった。今お前をさらったハゲ野郎をぶっ殺しに行くから待ってろよマイストーン。なんかさっきからちょっとニックの視線がちょっと冷たい気はするけど、まあまあいいわ。とりあえず施錠されている、ここに最終的に行くのかな。お、あ、びっくりした。肉はなかった、ただの白骨死体だったか。お、なんだこれ、なんか壊せそうじゃない。本当にこれ壊せんじゃねえの。壊せんか、爆発とかだったらいけるかな。移動を検知、え、興味深いですね。おちょっとこれはニックと違うタイプの人造人間が、え、これ人造人間がいいんだ。何もないようです、おそらくセンサーの補正が必要です。あ、センサーが間違いだと勘違いしてくれた。ロボットもあのガバガバじゃねえか。ターミナル、お、マジでそれどこだよ。まあさすが機械なだけはある。おい、この状態でこう俺がやることになっとるやないかい。違う、あ、これでニックに解除。あのターミナルを解除できそうか。おお、よし、どれどれ。敵を攻撃中。え、あ、ばばばばばば、ピポッ、ほらよ、おお、トライにいる、トライに、危ないとこだった。他にいるんかい、ここな、おらっ、ひゃっ、いてぇ、耐えてる耐えてる、クソ野郎め、こんなの。お、よっしゃ、あいつ入れ込まれてんぞ。あー、よっしゃ、もう立つ、あーいいよ、よし、悲鳴、人造人間め。こいつらがだからいわゆるあれだろ、ニックのちょっと劣化版のやつらでしょ、ガチプロトタイプでしょ。おっと、ブーっつった。まだダンゲルじゃん。待ってよ、どこに、待って今で、あ、こっちか、結構いるな。ケログから殺すようにとの命令です。マジか、ケログがやっぱりこの辺なんか操ってんのか。ケログすげえな、どうやって人造人間従えてんの。あー、まあ、どこどこ、上か、上か、下、上、怖い、人造人間の破壊を確認。やべ、あー、ボワーっとしてる。これじゃちょっと動画的によろしくないんで使います。インスティチュートの支配下にあります。インスティチュートの支配下なんだ。ケロックはインスティチュートなの。めっちゃ敵いる、あ、どこにいるの。そう、跳ねろ、あそこにまずいる人造人間のリーダーがいる。跳ねろ、あ、こいつか。おら、ポコン、ポコン、よし、とりあえずこうこうこう、おらよ、おらよ、おらよ、防衛施設侵入者あり、クソ、ケロッグ防衛施設、どんどんいろんな名前が出てくるな。手を染めている、バレンタイン大丈夫。あ、痛い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 、ここはあかんない、そう、隠れやがって、よし、あいつは、うわー、上にいる、逃げるべきだった。どうするどうする、とりあえずあの上に登る方向を見つけたいところ。あ、結局行く場、やばい、しまった、うわあ、危ねえ、うー、気持ちいい。そう、せっかくミスティックパワー取ったのに相手が人造人間じゃ意味ねえじゃねえか。ふう、あの程度の罠には引っかからんぜ。
さて、あ、これが反対側か。ふう、インスティチュートピストル。どうやら俺が最後に調べたのはこのようだ。ここが、ここなんか入れそうで、何これ光がなんか残ってんだけど、どうやって開くんだろう。なんかあんのかな。お、ここにターミナルあるやんけ。ニックン、おい、聞いているよ。ニックン、ちょっとこれお願いします。何ができるか見てみよう。了解。これじゃちょっとアドバンスは解除できなさそう。お、どうした。いや、あれ、あ、やってくれる。なんか今ちょっと考え事してる感じだったからやってくれないかと思った。そんなに難しくはないはずだ。頼りしてるよ、ニックン。営業開始だ。ほう、どれどれ。お、セキュリティドアコントロール、ドアを開く。お、いけたか。お、開いた開いた。これこれ、いい。スティームパック、弾薬ボックス。素晴らしい。素晴らしいってこれしかないやっけ。よし、とりあえずエレベーター乗りますかね。これで上に行けるのかな。上に参りますとか言って、上に参りますとか言って6階。ジジジジジジ、怖えな。ちょっとしたホラーなんだけど、ジジジジ言ってるし。上に参ります。あ、ハッチある。は、大丈夫か。ちょっと待って。おお、タレットさんが。下の階はあれで OK だけど、上の階はあかんってことか。どうなってる。これでズームで見てみる。どれどれ。うーん、あ、なんかレーダーでビーってなってるもんがある。この辺やべえな。まずはタレットちゃんをおだぶつ。隠れろ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 。来てるか来てるか。敵対行為はしない方がいいです。確かに。スキャン中、スキャン中とか言ってる。これバレんの、かけてもバレんの。超覗きて、覗けねえ。お、見える見える。ちょっと見えそう、ちょっと見えそう。出てきてください。戻ってきたら準備はできている。戻ってきたら準備はできている。何の準備なんですかね、意味深。あのレーザーセンサーは一体何だろう。そこに骨っこが。よし、レーザーワイヤーと光ファイバー。敵のセンサー読み取りを検知。やべ、ん、どっちだ。あいつなんやねん。それであっちから回ってみるか。間違いだった。これどっちに行くのが正しいんだろうな。どんどん上に行きゃいいのか何なのか。すげえ白骨下へ落ちてんな。あ、これは、お、結構死んでる。どれどれ。あ、これ行ったところじゃん。お、おおおおおお、やべやべやべ。よし、お邪魔しまーす。あら、お邪魔しまーす。あら、お邪魔しますと。やっとだよ。全然当たらなかった。で、敵さんが向こうか。あー、見つかっちまったよい。何がこっちに来るって、もう完全に敵だよ、この野郎。よし、よし、いいっすよ。出てきてくださいよ。ぶっ殺してあげるからよ。これがさっきまで上にいたやつだ。かー、タレットメイ。くさ、あいつめんどくせえ。嫌なとこに陣取ってやがる。どっかから裏回り込めねえか。あ、こっから裏に回り込めそう。おう、イエス。お前だよ、お前だよ、お前だよ。やん、よし、ナイスニック、ナイスおとり、いいチームワークだ。
で、ショットグラスとかはいいとして、これ敵は、あ、敵いないね。いいぞいいぞ。クッキングステーションがある。今肉ないんだよな、あんまり。だってあいつらばっかりだったから。人造人間さんは食えへんでしょ。そう、人間だったらな、ミスティックパワーでな回復できるんだけどな。わあ、いた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 。ピヨーン、ピロピロピロ、よっしゃ、腕壊した。ポコーン、ロイパーツ、よし、フュージョンセール。だいぶこの弾を回復してきたな。フュージョンセールがいっぱいですわ。あっとっとっと、おお、だ、肉、おお、止めろ、よし、うー、いい連携。この世界はいろいろ集めることで豊かになっていくゲームだから、骨董品も大事なんだよ。お？最後に会った時は豆とアップルコブラの近くだったよな。お、俺のこと言ってるこれ。ケロクが喋ってんじゃん。キャー、喋った。おお、なんかあそこにあるなと思ったけど。なんぞいなんぞいあれ。あれ。どうやんなあれ。あ、収まった。一時的ななんか罠か。見るから怪しかったからな。で、ちょっと待って、飯を食おう、飯を。もう完全にここにケログいるな。しかも冷凍食品だったとか言って、完全に俺のこと皮肉ってた気するけど、どっから見てんだろう。わお、ちょっと待って。ほらよっ、燃えろよ燃えろよ、タレとよ燃えろ。よし、オーバーヘイトで、パカ。なんかあの辺もなんかウィーンってくるんじゃねえかってビビるわ。家が200年もの間ボロボロだったとは気の毒にな。だがルームメイトは必要ない。出て行け。ああ、毎さん返してもらうな。出てかんぞお前、ふざけんじゃねえぞこの野郎。ていうかこの野郎、なんか人の息子らちっておきながらなんかふてぶてしい野郎だな。絶対ぶっ殺してやる。そして舞さんと一緒に食ってやる。で、ここが完全に総司令って書いてあったけど、総司令室、ここを完全になんとか。このドアをノックされるとは思わなかった。ダイヤモンドシティにたどり着ける可能性は半々だと思っていた。いや、危機管理意識低すぎやろ。連邦にしゃぶり尽くされると考えてたんだ。残念だったな。俺こう見えても森でいっぱいサバイバルしたんで、なかなかなんですよ。移動現地、移動こっちに来る。他にも誰かいそうだな。トントントン、なんだ、よし、あれいっぱいいるやんけ、いっぱいいるやんけ。やっぱりしゃぶりつかされる、しゃぶりつかされる。間違いないです。こっちにして、ピコピコ行くぜ。バコーンバコーン。なんだあのストライダーって強いやつか。現にめっちゃ食らってる俺。大丈夫か。いでこれをピコッピコッ、クリティカルドーン。ううめっちゃダメージいってえな。へへへへ、灰にしてやったぜ。よし、ライトオーソリティさんはこのクリティカルを使うことによってお強いらしいんでね。まあ、そういうスキルでもともと書いてはあったわ。ここ行きたいけど、なんかターミナルで解除しないとダメなやつか。ちょっと HP がやばいな。いいか、うん、ムカついてるんだろ。そうだよ、ムカついてるよ。あ、わかる。本当だ。息子さら、拉致られたらムカつく。だからここでやり遂げたいことが何であろうと思うようにはいかないだろうさ。まあ、まだ話的に終わらんか。その前に俺はこの辺のものを漁っていくぜ。あ、ミサイルあるじゃん。ミサイルこれ、あれじゃない、ちょうどミサイルランチャーを、もうめっちゃミサイルあるな。ミサイルちょうどニックに持たせてんだけど俺。このうちメガネぐらいとか。そこにターミナルあるやん。ニックン。大丈夫か？ニックンこれできますか？エキスパート俺無理。
いや、ニック連れてきてやっぱ良かったわ。ここでぼっちに来るのはやっぱり間違いだったわ。やっぱり他人数でボコボコにしないとね。いろんな勇者たちやってそうやってるし。素人だな。マジでエキスパートも素人なの。それは頭がいいな。だがどうすれば。お、そうだな。いけますか先生。やれますか先生。すっげえ、しゅんごい。とりあえずこれ使ってみるか。お、スティンパック。お、セキュリティアーモリー。めっちゃニックさん余裕やん。もうなんか飲んじゃってるし。まあまあ休憩は大事だけどね。とりあえずニックさんにあれだわ。手に入れたのはこれだ。とりあえずこのミサイルちょっとあげるわ。ちょっと頑張って使ってみてよ。3個ぐらいあったらいいやろ。結構奥深いな。ドアを開ける。ここはただのトイレか。ここには特になんもないか。爆発半径ボードゲーム、謎のアイテム。意外とここにケロクか。これでケロクうんこしてたら割れるんだけどな。しまった、見つかってしまった。このドアをノックされるとは思わなかった。確かにノックはしなかったけど。あの、あー、いたー。普通に突っ込んじまった。ここ痛い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 でしょバカ。あばばば、死ぬ死ぬ死ぬ。うえー、すごいなバウは。あの、見つけました。あ、せいにここになんかいるし。うぅ、学ばないよ。俺は無駄にしたくないだろう。ふう、おーおお、いるやんけ、いるやん。いって、いって、いって、何お前そこからやっとんねん。うん。パコーン、パコーン。あ、これか、でかいやつや。よし。いや、邪魔邪魔、ニックン。くそ、ダメージで痛えな。まあ、俺がこの、ニックンと同じ服着てるせいかもしれんけど。お、フュージョンコア。うぃー。結局これ取ってもそんなに影響はないということを知ってしまった僕。簡易バッテリー。あー、重くなっちゃった。ちょっと待って、これ。そんなに重かった。ニックン、ちょっと上げるこれ。何かしとりあえず、お、これはもしかして、なんかすげえのかこれ。出た、クワンタム。これなんかめっちゃ回復するんだよな。緊急用、なんかエリクサー的な。イートマチック。何これ。ああ、なるほど。カビが生えた食料。怖い。あ、ボルトボーイ。エナジーウェポンズ。最高。おお、エナジーウェポンのクリティカルダメージが 25% 上昇。これ、ライトオーソリティと合わさって最強になるんじゃねえの。これはいいっすね。誰かいますか。ああ、いません、いません。大丈夫です。見つけた。見つけたって言ったぞ、今。あー、いやー、これ完全に彼が見つかってますね。おー、ノー。あっち側にいたの。どうやらターゲットは消えたみたいだね。せやな。あの、ニックンがめっちゃ見つかってる。ふっ、おらよ、おらよ、ヒュー、ダメージ、さよならだぜ。あー、よし。はい、倒れる、倒れる。うー、あと一匹なんかライダーとかのやつがいる。どこ行った？あっちか。ほら、あぶね。よし。どんだけお前貫通させんじゃねえよ。ピコピコ。ほら、あ、弾がない。あっぽーん、あっぽーん。ふう。わあ、なんか手がぐるんぐるん飛んでた今。怖っ。こいつのダメージ一定からやだ。嫌い。で、とりあえず今敵はなしやな。根性も意志の強さもあるのは認める。立派なことだ。だが、まるきり分かっちゃいない状態で頭がパンクしているぞ。まあ、本当にある意味、わけわかんないけどな。ほら、移動を検知。興味深い。あれ？噂をすれば。よし、やったぜ。あ、やべ、ピューン、ピコピコピコポン、
ポン。よし、腕を壊した。よし、もう一個。いいっすね。誰も悩まされずに済むだろう。やったぜ。腕を吹き飛ばすのがいいな、こいつら。そしたら、ただの国になる。まだ間に合う。はあ、やめるんだ。U ターンして出ていけ。その選択肢は残ってる。そう言える奴は多くはないが。まあそれはそうやろ。えたいあれだぜ、息子拉致られてそのまま冷静にいられる親なんてそんないねえと思うぜ。とりあえず俺が来るのを震えて待つんだな。あーあーあー、ロケットランチャー持ってる、ニックン。もう早速使っちゃった。何か必要なものがあるか。とりあえずこれ解除して何ができるか見てみよう。期待していいぞ。いいぞ。これは侵入できない。やっぱりこのマスターはダメなのか。これは侵入できないって言っちゃったし、役立たずめ。まあいいわ。とりあえずニックンをいいとして、ここ行ってみるか。ここが怪しいが。おお。あれは過去から飛ばされてきたんじゃないか。ということ？なんかなんだろうね、ここすごいなんかアメリカな感じの部屋だけど。やったな。探していた相手はここだ。部下の人造人間たちの話なんてしねえ。俺はお前を食ってやるためにここに来たんだ。話をしようじゃないか。話をしよう。おお、開いた。ケロクと対面する。話をしよう。なんかあいつはいいやつだったよ。さあどこに嫌がる。おっと、いるやんけ、人造人間。そいつは俺の称号だと思ってた。声ちょっとちっちゃいよ、お兄さん。